カウボーイの先発の香取投手です。2点初回に援護をもらいました。カウボーイ投手香取、カウボーイズの岡地です。こんにちは。こんにちは。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いや、2部大会制しましたね。そうですね。本当にみんなが頑張ってくれたんで。決勝戦でもホームランを含む長打が炸裂しましたね。そうですね。はい、まあ打つチームなんで最初サイン作ったんですけど、はい、もう全然使ってない。あ、作戦だから言っちゃいけないんだこれ。二部大会を振り返っていかがでしたか。そうですね、はい、皆さん強いチームで前回もサドンデスまで行って、まあ、本当みんな頑張ってるなと。だからちょっとうちの不真面目さが大丈夫かなと思ったんですけど、まあ、今日は打って勝ってくれたんで良かったと思います。そうですね、はい、モーダが楽しみですね。ジャパンカップでも、はい、ぜひまた勝ちたいと思います。打ち勝ちますか。そうですね、打つしかないんで、うちは頑張って打って勝ちたいと思います。じゃあ 10月の18日、多分後ろの席18日ですか。18日です。ちょっと私は所用でハワイに行っちゃうんで。ジャパンカップ GM 来れないですか。日程変えられますか。大変申し訳ありません。もう発表済みということもありまして。成田さん、はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。悲願達成ですね、はい、今日もホームランを浴びせておりましたけども、はい、チームでの役割はどのあたりになってくるんですか。いや、私はもう本当に次のバッターにつなげるというところしか意識してませんので、みんなチームが勝てるようにいつも頑張ってます。それにしてもよく打つチームですね。そうですね、私以外の選手はよく打ちますので、本当安心して打席になってます。今度ジャパンカップが始まりますけども、はい、目標を聞かせていただけますか。そうですね、やっぱり甲子園1回行ってみたいんで、はい、そこを目指して、みんなで頑張りたいと思います。成田さんも高校時代は甲子園を目指していたんですか。そうですね、下手くそなんですけど、甲子園目指してました。ぜひ夢を叶えてください。はい、ありがとうございます。おめでとうございました。ありがとうございます。香取さん、はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。打って投げて大活躍の決勝戦でした。課題ばかりです。自らを援護する柵越えホームランは、はい、どのような気持ちで打席に立ったんですか。とにかく1点欲しいなと思ったので、もう点が取れて嬉しかったです。香取さんのチームでの役割ってどの辺ですか。まだ入ったばっかりなんで、はい、一応先発させてもらってるんですけど、皆さんみんな助けてもらってる感じです。あと2勝で甲子園ですね、はい、高校の時行けなかったんで、ぜひ行きたいですね。まさか軟式野球で甲子園を目指すと思いませんでした。思わなかったです。このメンバーならいけそうですか。ちゃんとみんな頑張ったら、僕がベンチで応援してればいけるじゃないですかね。ご活躍を楽しみにしておりますので。ありがとうございます。ぜひ頑張ってください。はい、頑張ります。